もう会いたくても二度と会えない帰らぬ人となってしまった韓国スター。10名。今回は俳優や女優、歌手として大変活躍していたにもかかわらず帰らぬ人となってしまった10名ご紹介したいと思います。きっと多くの方がご存知の有名な方ばかりです。最初にキム・ジュヒョクさん、享年45歳。韓国の人気俳優だったキム・ジュヒョクさん、日本でもドラマ「ホジュン」など数々のヒットドラマで一躍有名になりましたね。ジュヒョクさんは去る2017年10月31日、突然の交通事故で亡くなりました。享年45歳でした。また、結婚目前の彼女もいらっしゃいました。女優のイ・ユヨンさんです。彼女の悲しみは計り知れません。とても落ち着きがあり、大人の魅力あふれる人気俳優だっただけに、事故死は世間に衝撃を与えましたが、彼の名は偉大な韓国俳優としてその名を残すでしょうね。お次の方はパク・ジフンさん、享年32歳。元モデル出身の俳優さんです。2017年に放送されたシカゴタイプライター、時を超えて君を思うでデビューしました。常識外れな新入社員も熱演されて好評でした。亡くなる32週間前にはインスタグラムを更新されていて、元気そうな姿が映されています。しかし胃がんで闘病されていました。若いということもあり、がんの進行が早かったのかもしれません。2020年5月11日にお亡くなりになりました。まだまだこれから活躍していくであろう俳優さんでしたので本当に残念です。お次はクハラさん、享年28歳。日本の K-POP ブームを牽引したアイドルグループからの元メンバーで、日本でも大変人気を博しました。ミスターでの腰振りのダンスは私たちも真似したものです。しかし壮絶な過去を抱えていた原さんにとって、芸能活動はとっても苦悩の連続だったのではと想像してしまいますね。原さんはから脱退後はソロ歌手、女優として活躍しました。事務所をペヨンジュのいる事務所へ移しました。しかし2018年7月にデジタルシングルワイルドをリリースして、日本での本格始動が報じられたばかりでスキャンダルが出てしまいます。そして2019年5月に自ら命を絶とうとし、それには未遂で終わりますが、同年11月にとうとう帰らぬ人となってしまいました。ファンだっただけにものすごく悲しかったです。現在は原さんの後にホ・ヨンジさんがメンバーに加わり活動しています。4人目はチョンテスさん、享年34歳。チョンテスさんのお姉さんは韓国で大人気女優のハジウォンさんです。チョンテスさんは2007年愛するのにいい日でデビュー、その後ときめきソンギュングアキャンダルや丸ごとマイラブ、帝王の娘スベクヒャンなどに出演して愛されました。しかし重度のうつ病の症状で治療を受けていたとのこと。姉のハジボンさんの弟しか見られず、ブレイクもなかなかできなかったことを気に病んでいた可能性もあると言われています。真相はもちろん分かりませんが、2008年1月21日に自ら命を絶ってしまいました。そして5人目はチョン・ミソンさんです。享年48歳。韓国の人気演技派女優のチョン・ミソンさんは映画に欠かせない存在でした。1989年土地というテレビドラマに出演をしたことをきっかけに本格的に女優デビュー。パンジニでは盲目であるキーセン・ヒョングム役を演じきり、 KBS 演技大賞にて助演女優賞を受賞。その後は太陽を抱く月、雲が描いた月明かりなどの人気作品に立て続けに出演。順風満帆と思えたミソンさんがなぜと疑問を抱いた方が多いのではないでしょうか。旦那さんやお子様もいらっしゃっただけに。なんとミソンさんもうつ病を抱えていました。ミソンさんが亡くなる前、家族の一人と死別し、そして母親も病床にあったため、周囲に憂鬱感を訴えていたと言われています。そしてこれまでミソンさんうつ病の治療を受けていなかったと警察が伝えたと言われています。おそらく仕事も家庭も忙しく、自分の病院へ行く時間さえなかったのかもしれません。
そして2019年6月29日、自ら命を絶ってしまいました。ファンからは、ジョン・ミソンさんの訃報の速報が私の耳に入ってきました。本当に今でも信じられません。とても素敵な女優さんでした。本当に残念でなりません。と演技派で韓国では特に人気の高い女優だったジョン・ミソンさんですから、急死の一方にファンたちからは様々な悲しみの声が寄せられました。お次、6人目は、イ・ジハンさん、享年24歳。ジハンさんは2017年にプロデュース101シーズン2に参加して顔を知らせました。2019年にはウェブドラマ今日もナムヒョンな一日で主役を演じ、俳優としての活動をスタートさせました。ジハンさんは2022年10月29日午後、イテウォン一帯で開かれたハロウィンパーティーに約10万人余りの人が集まり、大規模な圧死事故が発生。消防当局によると死者は154人。その事故に巻き込まれてイ・ジハンさんはお亡くなりになってしまいました。あまりにも突然の事故に受け入れがたい事実だったことでしょう。このような事故がもう二度と起こらないことを祈るばかりです。そして7人目はキム・ヨンウェさん、享年66歳。1971年に MBC 3期公開採用タレントとしてデビューし、女優として活動されてきました。たくさんのドラマに出演し、私たちの記憶に残る作品はファンジニではないでしょうか。しかし2012年にドラマ太陽抱く月の撮影中に膵臓がんの診断を受けてしまいます。手術後再び女優を継続しましたが、2016年に症状が悪化してしまいました。凛としていて高貴な役柄が多かった印象ですが、月桂樹では普通の母親役でイメージをまた変えましたよね。ヨンウェさんは最後まで真の女優の姿を見せ、多くの人々の胸を熱くさせました。しかし2017年4月9日にお亡くなりになりました。8人目はジョンヒョンさん、享年27歳。ジョンヒョンさんは2008年に SM エンターテインメントからデビューした日本人でいうジャニーズグループの嵐のような存在だったシャイニーの実力派メインボーカルとして、作曲家として活躍していた一流のアーティストでした。その経歴は華々しく、韓国のさまざまな音楽の賞を総なめするほどの実力と人気を博していました。そんなジョンヒョンさんがなぜ自ら命を絶ってしまったのか、世界中で大きな衝撃が走りました。なんとジョンヒョンさんはうつ病を患っていたということ。遺書は1000字を超える分量だったそうで、その中には、僕は内側から壊れた、ゆっくり僕を食い荒らした憂鬱は結局僕を飲み込み、僕はそれに勝てなかったと、うつ病の症状に非常に悩まされていることが書かれていました。アイドルがゆえの大きな苦悩にずっと苛まれていったのでしょうか。2017年12月18日に突然自ら命を絶ってしまいました。ジョンヒョンさんが亡くなった後にファンの後追いがすごかったようです。そして9人目はキム・ジャオクさん、享年63歳。1970年に MBC 第2期公開採用タレントとしてデビュー。その後、男女6人物語、ずっと会いたい、頑張れクムスン、私の名前はキム・サムスン、コーヒープリンス1号店、明日に向かってハイキック、おじゃっきょうの兄弟たちなど多数のドラマに出演しました。ジャオクさんは2008年に大腸がんの手術を受けたが、がんが再発し抗がん治療を受けていた彼女は肺にがんが転移し、長い闘病生活を続けていました。そして2014年11月16日に肺がんの闘病中に合併症でこの世を去りました。笑顔のとっても素敵なジャオクさんはみんなから愛されていました。1996年にトロット歌手であるテ・ジナさんの勧めでファーストフルアルバム「姫は寂しい」を発表し、歌手としても活動し、純粋な少女のような姿でお姫様と呼ばれました。お母さん役がとっても定着した優しく温かいジャオクさんがこの世から去ってしまい、多くの方がもう一度会いたい、見たいと思った女優さんでしょうね。さて最後10人目はパク・ヨンハさん、享年32歳。
1994年、高校在学中にドラマテーマ劇場でデビュー。新人ながら高い演技力で認められ、コンスタントにドラマに出演。多くの演技大賞を受賞します。2002年にドラマ「冬のソナタ」でペ・ヨンジュンの恋敵役を演じると、翌年日本で冬ソナ旋風が巻き起こり、ペ・ヨンジュンとチェジュと共に日本でも人気を博します。韓国では俳優として活動していましたが、日本では主に歌手として活動していました。順調な芸能生活を送っていると思われていましたが、2010年6月30日に自ら命を絶ちます。考えられる原因として、末期の胃がんを患っていた実の父親の介護疲れや事務所経営のストレス、日本活動に対する国内の誹謗中傷などが挙げられています。日本ではものすごく人気があっただけに、本当にショックなファンの方がたくさんいたことと思います。人気がゆえにプライベートではいろいろな問題を抱え、本当に苦しくつらかったのでしょうね。さて、10人の帰らぬ人となってしまった方についてまとめましたが、皆さん知名度がある分、本当になぜという方が多いのは事実ですよね。皆さん本当にお疲れ様ですと言いたいです。そして芸能界で頑張っている皆さんへ、心の休息を取る時間をどうか持ってほしい、そう願っています。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。